ね、ここで引退、ホテルビスマックですね、トヨタ。では、早速ね、宿に入っていきましょう。まさか、こんな時間までかかると思ってなかったけど、レストランビスマックですね、よいしょ。こういう感じで、電気をここでね、つけるタイプで、ガシャンってしなくてもいいからいいですね。そう、このまま自動でつくんでね。もう先に充電始めてますけどね、もう充電いりますからね。いやー、もうだいぶと電気も使いましたね。まあマックスで、充電の方させてもらって、あ、ここでも優秀チャージか、ありがたいですね。あちこちの充電設備というのは助かりますね。ですか、新しいところがいいですね。で、位置的にはね、もう5階なり結構高いんじゃないかな。さっと見たらね、ここがもうさっきは、ね、乗ってきた名鉄の三河線ということでね、いい立地ですね。あ、部屋もこんな狭くもないし、で、どう、そうどうかな。あ、これも、いや、綺麗ですね、いいですね。あ、一風呂浴びるし、いいですね、ちょうどいいや。よしよしよし、携帯もあるし、タオルも10枚ありますね。よし、風呂に行くか。そう、シャワーじゃなくてちょっとお風呂に入った気分ですね。いやー、よかったよかった。という感じでね、で充電をしながら、ちょっとレスコの方でね、作業をやり、まあ飯か、まず飯食うか、落ち着いたしね、っていう感じでやっていこうと思います。最寄りの快活クラブで、笹川町ですけどね、まあ、ちょっと車で行きたいとね、歩いていくにはちょっとしんどいかな、笹川町だとね、っていうところですけど、ここの場合で鍵付き交換電子室あって、料金がナイトの8時間パックで、あ、でも安いな、ここ1919円ですから、プラス100円で、だいたい2200円ぐらいですからね。あ、まあ確かに安いのは安い。8時間ですかね。今9時にチェックインしたでしょ。9時チェックインで8時間っていうと、そうすると、9時から21時からで9時間っていうと、8時間っていうと、29時でしょ。29時って言ったら、朝の5時ですもんね。朝の5時までって考えるとしんどいですよね。で、考えると12時間で3300円、まあ、これがプラス100円になるから3400円とかでしょ。だったらあんまりね、まあ1000円でプラス1000円ちょいで、やったら全然ありですね。ありますよ、よかった。しかも多分ここに行こうと思ったらタクシー使わないといけないんで、下手すりゃタクシー代で往復、2000円ぐらいかかりますからね、小坂でやったら。シラックスのところですもんね。そうそうそう、ジョイジョイが近くになりますから。近くでもないんですけどね、うん、ありますからね。ジョイジョイが全部食っちゃってる感がありますからね、あの辺りは。で、他は日本町店とかこの辺りですね。車ね、この時、ね、今ここでちょっと歩かないといけませんからね、うん、結構この距離重要ですからね、うん、で、しかも5時までで、朝の5時からここから歩いてくのしんどいですからね。まあここやったら今ね、チェックアウト、まあ、最悪10時までチェックアウトすれば大丈夫なんで、そういう意味で言うと全然ね、時間の余裕が違いますからね。まあただ10時に出たんやったら、2日目の工程が、終わっちゃうんでね、ちょっと朝は早めにやってると思いますよね。この後赤いけどこっちの方もずっと行かないといけませんからね。さあ大変だってことで、結局1日目はこっから蒲郡、豊橋、豊川稲荷、さなげまで行きましたよということになり、1,2,3,4,5,6,7,8、半分行けなかったか。19箇所だったり、あ、18箇所あるんですよね。ですから半分で9箇所ですから、本当は会計終わっちゃうとかね、この辺りまで潰しときたかったんですけどね。多分時間的に終電行けないことはないですけど、ただ終わりするとか本当にね、ホテルが
けどね、うん、うまく出てこなかったんで、まあ多分現地に来たら何かあるんだと思いますけどね、うん、ただちょっとね全く宿なしでね、瀬戸の淀を迎えるのはちょっと危ないですからね。ちなみにか満喫とかもないですからね。さあということなんでね、まあいいでしょう、休んでね明日の朝からね、リスタートをかけていきましょうということでございますね。いや早速ね買ってきたやつとかをね見ていきましょうか。さあちょっとね好み屋さんでねまず買ってきたのがね、おすすめ先にはねやっぱねマグロ尽くしかったんで100円引きの時間に買ってきたんでありがたいですね。という感じでビンチョウとキハダとでネギトロって感じかな多分、うん、あとかキハダビンチョウでマグロとかね、うん、ありがたいですね。いいね、それよりはね、スーパーで安くなってますからね。で、ギザギーのコロッケがね、20円で800円だったんで、買ってみます。これもちょっと、楽しみですね。ちなみに、この宮の方は、隣ですとね、青木店なんですね。そういう建てるんじゃないんだっていうね。で、もともとなんだったっけ、ハロードゥーだったっけ、あそこ。ハロードゥーだったところが、ドン・キホーテに買収されて、とかっていうような流れだったかな。うん、ですから、イテミアとかでもね、ハロードゥーだった店のところはね、結構、ドン・キホーテになったところはありましたよね。実際のほうですけども。はい。で、夕飯としてはこれかな。ごま油香る、まだれ、炭焼丼って。まぁ、ちょっと温めが美味しそうなんですけど、一回ちょっとね、これで温めていただこうかなと思いますね。いつもね、こうやっておいてありがたいですね。これはちなみに、テレビが見てるのかな ?YouTube は見れないですよね。よし。あとは、まあ、安くがてらね。もう、あれにしたくてもいい感じかな。あとはね、ドンキーとか、あとこれでプリンも買ってきました。再現品だと思ったんでね。買っとくと。もう閉店間際ですかね。買っとこうと思います。プチプルーツプリンね。いくらだったっけな。値段は後で載せときます。生クリーム入ってるいいですね。いただきましょう。ただこれ全然プリン全然プリンには入れないですね。感じとで、ポテチはこれドンキじゃなくて68円ですね。ブラックペッパーの酒の時はカレーですね。ブラックペッパーやった安かったんで買ってきました。あとはなんかね定価っていうか、ね、なんかハムタイ和食プラムなんか多分無菌なのかな売ってましたね。200円だったから言ってましたね。どこのやつかなと思ってたら、これあれなんですね。まさかの、斎藤ブッサさんなんですね。小枝町か。のやつらしいです。もしかして三重のメーカーなんですね。違うのか。いやいや、三重県民、しかも北中生なんで、うちのね、サブチャンネルですね。地域情報チャンネルのね、思いっきり、管轄ですからね、いやー、押してきます。あ、ここだけ切り取って40円使っとこう。はい、こういうのがあるらしいです。いやー、ね、皆さん知ってますよね。あとね、ちゃんとレビューもやっときますからね。年表だけ切り抜いてね、4粒に開けときますからね。よし、これで完璧や。で、ね、お供はホームランの。なんとね、ニューホーマーやっちゃいますよ。あー、もう 5% なんでね。そう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 。ね、2% なんで、なんかデザインが変わるのか、それでなんか、ちょっと、入れ替え、商品入れ替えで安くなってますよっていうので、対応に入ってましたね。ありがたい。ありがたい。これ2つで300円、その、安い。助かりますね。多分コンビニで買ったら1本乗るんで、だと変わらんのじゃない。ね、こういうのがあるのはありがたいですね。ということで、一応、あれでもちゃんとドンキ。さすが、ね、価格はちゃんとドンキ価格ってことでね。ありがたいですね。で、電車も眺めながら、いい位置じゃないですか。ね、そこ、電車が走ってこの、今、ちょうど走ってきましたけどね。ね、下線、三河線を魚に、パクパクとやっていこうかなと思います。あれ、ちょうど、こいつを、こいつを台にすればちょうどいいじゃん。あ、ちょうど。これも取りやすい。ちなみになんか、こんな、森の呼吸、消臭除菌、スプレーなんかもこんな風に置いてくれてありますね。で、当然、ホテルなんでね、アメニティ意識、ドライヤーとかね、で、ネットとかタオルとかも全部意識揃ってますんでね、うん。アメニティが揃ってるのはありがたいですね。うん、やっぱね、マーキッチはこの辺りが別売りでね、まあ、その分ね、安くしますよっていう風になってるので、そうですかね。
で、まあでも飲み放題の、まあ、飲み放題もあるから開けられるでしょうけど、ポットもあるんで、ポット更新なんかも作って飲めますよといった感じになっておるって感じみたいですね。よし、じゃあ早速プッシュッと始めていきましょうか。いただきます。これができるのがありがたいな。まあまあ別にプシュッとやるのはね、あってももちろん可能ですからできるんですよ。このね、機械のことね、あの今あのあれで、ね、あれがすごく優秀になりまして、 AI が Google でこれ読み込んでおくとテキストデータをね、判別してくれてね、テキストデータを入れたらね、これで例えばこれ、ロピアですかね、うん、とか、ね、清寿司ってなってるから、清寿司って入れたら、清寿司のからこれを引っ張ってくれるんですね。で、そういった人がここに入ってるんで、そこからね、やると、実は文字データから、ね、何日のどこで撮ったやつですよって教えてくれるんでね、ありがたい。いやー、で、いい方。飲みましていいですね。まあ 5% 日本だったら全然、ね、大丈夫です。 9% 日本はね、最近結構来るなって思いますけどね、もう年ですね、そのあたりもっていう感じで。ちなみにあれですね、ちょっと時計写真で撮ってきますけど、これ我が家で使ってるのと全く一緒かな、色違いで一緒ですね。ちゃんと室温で撮ってます。こんな感じでね、色ができますからね、やっぱりいいですね。駅前、郊外の、あるあるではあるんですけど、駅前にはなかなか来たから、アリサイの可能性とかいかなかったから。で、アリサイはちなみに防音じゃないんで、防音とか完全個室じゃなくて、上が相手タイプのね、ブルース席になって、鍵はつけば出ますけどねっていうタイプの部屋になってますから、声は出せないんですからね。こういう収録はいかにしたいというかね、それから言ったら値段はね、結構安い。2000円とか2500円ぐらいの人は全然いけるんじゃないかなと思ってね、っていう感じでございますと。じゃあ早速いただいていきましょう。あれ、あ、そっか。